どうもレオチャンネルです。いつもご覧いただきありがとうございます。今回の動画は前回のね道の駅の続きになります。道も混んでるので、じゃあ帰るかレオ、しょうがないねと思っていたんですけど、箱根を回ってから帰ろうかなと思って久々に、まあ小学校ぐらいですかね、この箱根の関所ちょっと回ってみようかとレオと訪れてみました。歴史的なところってワンコ NG なんで入れるかなと思いながら、まあ一応カートを持っていけばね大丈夫ですとか、キャリーバッグに入れればいいですよって言われる施設も多いので、一応カートを用意してレオと向かってます。うまそう。犬って入れないんですよね。カートでもいいですか。あ、はい、わかりました。じゃあ入ります。レオ君、無事通行手形をいただきましてね、レオも OK ですと言われたので、カートに乗って早速向かってみましょう。まずはね、京口御門、京都側の方にある。まあ、西側にあるっていうんですかね、そこの門戸を見てみます。小学校の時以来の大丈夫門をくぐってね、最初に現れたのが馬屋。ここでね5頭の馬をつなぐようになってるらしいんですけど、実際には2頭しかいなかったようです。でね、昔の馬っていう日本の馬なんですか、今のこう競馬に出るような馬と違ってね、足が太くてずんぐりむっくり、それが特徴だったようですよ。でその横にある建物が大番所っていうところで、この関所のね中心を、担う建物っていうんですか、でいろいろと取り締まりをしていたみたいです。であとね、案内の人がよく言ってたんですけど、この関所っていうのは男の人はねほとんどフリーパスで行かれたようです。で女性の方々を強くね取り締まるための、関所だったようですね。その人たちのなんかほくろだったりとか、いろんなね特徴、そういったものを記した紙をここでチェックして本人かどうか、見極めて、京口江戸口の方、そちらの方へ通したというようなご説明をしてくれました。建物の横に回ってみようと思います。ほんとね、芦ノ湖の横すぐ湖畔近くに立ってるんで、まあ、眺めもなかなかいいですよね。昔からこういう風景だったんですかね。でこっちの離れにあるのがトイレのようです。さあ、あの階段を上るか、まあ、このカートごと行くのねきついんで、レオはねちょっとここで待っててもらいます。なんかここだとね危ないんで、もうちょっと走ろうか。
そう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 、ここで待っててもらってさささっと見てすぐ戻ってきました。ここでね、お偉いさんたちが食事をとってたようですね。いろりがありました。でこちらの横がお風呂。へえ、足の甲を眺めながら入りそうですね。ほうほう。でこちらが、釜場ありますね。こちらのね、建物の方は足軽っていう身分の低い侍さんたちがいた場所になるそうです。でね、その横には牢屋がありましたよ。実際にね、中に入れるって言うんですけど、今回は入りませんでした。牢屋だこれ。またまってな、ここで。ここにも土間があるんだ。はい、ただいま。上上がりませんか？え、上上がらない？上って？あれ、ここの裏からね、上に上がれるんですよ。へぇ、足軽が24時間降りたところ。へぇ、まず抱っこしてもらえばね、うん、これはそこに置いておいて。なんかね、抱っこしてね、上に上がれるらしいですよ。どれだろう。よう解き放ちたいね。へえ。ああ、いい眺めだね。よし。よし。レオ表みたいなんだよ。ああ、レオ。よし。ああ、頂上についてね、誰もいないと分かってもう我慢しきれずレオを下ろしてしまいました。いやー、疲れましたよ。参った参った。お聞きの通り、ぜいぜいはあはあ。頂上についてもね、喋る元気もないですよ。いやー、片手でねレオを抱っこしてカメラ携帯持ってたんで、もう手がプルプルでした。ちょっとね、体力を回復してからまたレオを抱っこして下に戻りました。レオのおかげでね、いい運動になったのでお腹も空いてきました。そろそろランチにします。
遊覧船乗り場のところにね車を止めて、お土産屋さんとかもあるんですけど、その横に、十割そばがあったんで、おおと気になりましたので、早速行ってみようと思います。来ましたよ。十割そばっていうからね、もっとこうボソボソっていうんですか、そういう感じかなと思ったら、トゥルっていう感じですね。まずはわさびだけを乗せてそばを味わいます、階段の疲れが一気に吹っ飛ぶうまさ。いや、美味しいっすね。いちごと桜が楽しめませんでしたが、いい旅になりました。まあ、いい運動になったんですかね。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみにしてください。それでは。